はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画数学の資料の活用丸3をお送りします。で、丸1の時にも話しましたけど、まず丸3まで息トントントンと取って、まあ短期間で今アップしてるんですが、一応一区切りです。また後でね、足されるかもしれないんですが。で、今回は大きな問題が1問で、その中に小問が3問入っているタイプになっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、この問題外して解説の方やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、画面の方を引いて解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと下げますのでお待ちください。いくよ。大丈夫かな。よし。で、ヒストグラムとか外れちゃうので、それを見ながら解説聞きたい方はちょっと別画面で開くかなんかしてうまく対応してください。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。で、今回ね、丸3まで連続で取ってるんですが、おそらくここが一番難しいです。まあ、取りにくいかな。特に丸3番がややこしいからね。で、今回の問題は、ある年の7月のお話、野球チーム A、B がそれぞれ試合を行ったと。で、こっちが A ね、ヒストグラムの方。表にしちゃってるけど。で、こっちが B です。で、A チームが行った全試合におけるそれぞれの得点の記録をヒストグラム、こっちだね、に表したと。で、また表の方、こっちが B チームが行った全試合におけるそれぞれの得点の記録で度数分布表にまとめて、B チームが行った全試合の得点の合計が108点と、それも書いてくれてる、最初からね。で、これでまず1、図における中央値を求めよう。図だからこっちね、ヒストグラムの方、ここの中央値を求めます。で、これはね、今までやってきた通りで、これ全部足すと試合数は書いてないから数えるか、試合数全部足すと、4、7、11、16、19、20、24か、全部で24試合あるので、偶数でしょ。だから半分の12と13の間、ここの数字が中央値になります。いいね。奇数だったらど真ん中ポンと決まるんだけど、24って偶数なので、1から24、こうやってトントントンってやっていくと12と13がトンってなるから、その間の数字を探すと。で、そのためには、じゃあ12と13番目が何点なのかが欲しいのね。で、それを数えていくには、ここからやればいい。1、2、3、4、5、6、7で11で、ここで11だから、12、13は両方で4なんだよね。つまり12が4点、13が4点なので、この間の数字も4点になります。いいかな。だから中央値、まあね、単位はね、つけなくていいと思うので、4って書いて、まあ4点でも大丈夫なんだけど、中央値は4になります。まあこれは今までやったのと同じ感じ。で、次は表の1、2です。ここ。ここの数字を探しに行きたいと。で、結論から言うと、これ連立方程式で解きます。本当は。でも、実はこれちょっとずる賢い方法を使っても、そんなね、連立方程式とか式を立てなくても解くことができるんです。ちょっと地道なことをすると。で、どうすればいいかっていうと、これ、今ね、書いてないんだけど、全部でここ20試合なのね。度数分布表の方には、問題の方に書いてあるんだけど、全部で20試合だと。で、2個抜けてるんだけど、数えていくと、1でしょ ?5、6、7、8、9、で、まあ、10、14、17と。1、2を除くと、17試合も書いてある。ってことは、こことここ合わせると、残りね、3試合なんだよね。で、まあ、この知識はまあ連立方程式でも使うんですけど、まあ、残りが3試合だと。で、もう一個、わざわざ問題文に全部で108点って書いてくれてる、B チームの方は。もちろんそれ使うよね。で、考えていくと、まあ、0点が1試合どうでもいいね。どうせ0点だから。で、1点が0試合だから、それもどうでもいいんだけど。で、ここは書いてないからちょっと抜いてしまって、3点の試合が4試合あるってことは、ここだけで12点取ってるでしょ。で、4点が2試合だから8点、ってことで書いてるところ全部計算していくと、ここ21でしょ。で、ちょっと待ってね、ここ8、9、30になります。だから足していくと、これ20で30、51、こっちから60、68、98になる。ってことは、残り10点なんだよ。全部で108点だから。もう98点書いてあるから。ってことは、この部分と、
この部分で10点欲しいので、残り3試合でしょ。3試合ってことは3-0か2-1か1-2か0-3しかないんだよ。4通りしか。で、その中で10点になる組み合わせを探せばそれ答えだからっていうのがちょっとずるい方法です。ずるいっていうけども、これ普通いいと思うけどね、俺は。このぐらいだったら。で、結論から言うと、ちょっと色変えとこうか。ここ2です。ここ、そうすると2-2が C なんでしょ。で、こっち2使ってるから、こっちが1になると 6×1 で6、 4+6 で10点にちゃんとなるので、答えとしては1が2、そっちかね。で、もう1個2が1と、これが答えになります。もちろん途中式を書きなさいという計算の手順を書きなさいってなってたら、これはダメだよね、説明できないから。連立方程式書かなきゃいけないんですけど、おそらくこのタイプの問題だったら途中式書かされないから、だからこういった取り方でも OK です。これで3、これ4点かな、確か4点4点4点だった気がするので、4点めちゃくちゃ大きいからね。そう、こんな感じで取るといい。で、ちゃんとした解き方は2つ分かんないところがあるので、そこを XY っておきます。ここを X、 ここを Y ね。で、そうすると何ができるかっていうと、まずこれ試合数じゃん、 X と Y って。だから X と Y 試合を足したら残り3試合なので、残り3なんだよね。で、同じように考えると、2点の試合が X 試合だから、これ 2X なんだよ。で、ここも同じように6点の試合が Y 試合だから、ここ 6Y なのね。これ得点だから、だから 2X 点と6y 点を足すと、あと10点でしょ。だからあと10点ですって。この連立方程式解けば21が出てくるから、 xy がね、それで OK だけど、まあ個人的にはどっちでもいいかなと思います。解ければいいかな。で、最後です。この3番がね、一番ややこしいっすね。で、あの、本当はあいうえを全部書こうと思ったんですけど、ちょっと入りきらないので口で申し訳ない。で、あからいきます。 A チームの試合数は B チームの試合数より多くってところで、試合数なので、もうこれちょっと表にしていく、今から。で、 A チームの試合数、試合数ね、さっき数えた通り、これ24試合です。で、色分けようか。で、 B チームはね、度数分布表のここに書いてある20試合だから、こうなります。ってことで、 A チームの試合数は B チームより多い、あ、合ってる合ってる、 OK と。でも、もう一個あるね。あは A チームの全試合の得点の合計はB チームの、あ、待ってね、B チームの全試合の得点の合計より多いかと。で、B は108点って問題文に書いてくれてたので、108点。で、A チーム、やるか。これは0点だからいいんだけど、これかけていくしかないよね。2、6、12、20、15、12、0のところ抜くね、ちょっと。8、10、11と。はい、頑張ります。ちょっと待ってね。8、20、40、55、67、75、85、96か。だから96点。合計がね。で、A チームの全試合の得点の合計が B チーム。なまってんな、B チームの合計より多い。ってことで違うんだよね。だから、あは前半合ってるんだけど、後半が違うので、まずあは×になります。後半違うからね。で、ちょっと時間かかるんですが、ちょっとね、お付き合いください。行きましょう。いいです。次、最頻値ですね。で、A チームの得点の最頻値、一番出てきてるのは5試合が一番多いので、最頻値4ですね。で、次が平均値もか。で、平均値、96点、24試合。平均は96割る24すればいいから、これ4だね。割り切れるから。で、戻ると E にね。A チームの最頻値は A チームの平均値と等しい。お、等しくなってる。OK だね。で、次、B チームも最頻値と平均値出さなきゃいけないので、最頻値。一番多いのは4試合か。だから3だね。で、平均値は108点が20試合だから、108割る20でしょ。5.4 か。で、戻るといいにね。B チームの得点の最頻値、こっちが、最頻値は平均値と異なる。ね、異なってるもんね。ってことは、イは前半も後半も両方合ってるので、これ正解になります。で、ウです。A チームの得点の範囲、範囲ですね。A チーム得点してるのが、待ってね。
試合ここが11点が最大だね。で一番下が0点なので11-0するから範囲は11になります。でこれ B チームも範囲だよね。範囲一番取ってるのが10点、一番取ってないの0点あるもんね。0点、だから 10-0 で範囲10になります。で、ウに戻ると A チームの得点の範囲は B チームの得点の範囲より大きく、 A は B より大きい、合ってるね。で、あと後半 A チームが10点以上得点した試合数、これ B もだから、じゃあ10点以上数えましょうか。A が10点以上1試合2試合ですね。で、B チームが10点以上取ってるのは3試合あるので3試合で戻るというふうにね、 A チームが10点以上得点した試合数は B チームが10点以上得点した試合数より多い、多くない、だからうは違うと。またこれも後半が違うね。で、A に行くと A チームの得点の平均値、ここです。平均値は B チームの得点平均値より大きく、もう前半で違うからね、そう、A が違うと。でも後ろもやるよ一応。で、 A チームの得点の最頻値、どこだ、 A チームの最頻値、これか、最頻値だから、これいいんだね。最頻値は B チームの得点の最頻値より小さい、これも違うので、まあダブルで違うか、大丈夫であってね、はい、という感じになります。だから A は違う。で、この時点でもう O が正解だって分かるんだけど、2個選ぶから。でもちゃんとやる、まあ時間が余ってればってことになりますけど。で、 A チームの得点は A チームの試合の半数以上で A チームの得点の平均値以上である。じゃあ A チームの得点の平均値が4だから、4点以上の試合を数えればいいと。で、数えると4点以上ね、入るからね、以上は5、8、10、13、全部で20試合しかないから13って半数以上いってるよね。つまり O は正解になるので、答えは「い」と「お」といった感じになります。で、もちろん今解説をねしながらやってるので12分、まあオープニング抜いても11分ぐらいか、問題解くのにかかってます。で、実際そんなかかっちゃダメです、絶対に。これ3問かけても、まあ、多くても4分、まあ5分、4、5分だね、かかったとしても、はい、でもできれば、まあ、1、2分ぐらいでパッと解けるように。で、資料の活用に関しては本当パターンが決まってるので、基本的にはだからこの3つをまずね、確認してもらって、で、また後ほど増やせそうだったら増やしていきますので、そんな感じで確認してもらえたらと思います。では、今回は受験対策動画、数学の資料の活用、3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、4がいつになるかちょっとわからないですけど、まあ、受験対策動画ね、他にも増やしていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。